どうもこんにちは、2時3時の神田翔一です。今回は東京ゲームショーに行ってきたので、そのまとめ動画をお送りしたいと思います。もう始まってるんですけども、まずホヨバースさんの原神ブースから見てきました。いや、ここはねすごかったですよ。フォンテールの機械とかね、新しい機構っていうのが置いてあったり、あとはキャサリンのね、受付嬢のキャサリンがいたりとかして、すごかったです、ここ。いやー、原神というかね、ホヨバースさん全体的に力が入っていて、めちゃめちゃすごかったですよ。はい、こちらがですね、崩壊されるですね。こちら、戦級列車でしたっけ？これがね、ボーンと置いてあって、もうすごかったですね、ブースめちゃめちゃ賑やかで、あ出ました。はい、これね、崩壊されるやってないんでわかんないですけどもね、パムかなっていうマスコットキャラがいるんですけども、このぬいぐるみがねぴょこぴょこしてました。そしてこちらは D3 パブリッシャーさんですね。地球防衛軍デジボク地球防衛軍2というものがですね、発売されるんですけども、そのブースになってました。こうアリとかね、あのレイダー、地球防衛軍のレイダーかな、レンジャーかがねいたりとかしました。そしてこちらちょっとね、 X、Twitter でも話題になってましたけど、ゲーミングマンションというものがねこうありまして、まあ、防音だったりとか匿名性、あとは高速インターネット最初から不設みたいなね、そういうのを売りにしているマンションがありました。すごいですよね。そして続いてこちらニトリさんです。ニトリさん面白いですよね。ちょっとね音声入ってまあいるんですけども、ニトリさんがゲーミング家具に力をここ最近入れているようでして、それについてのこのなんていうんだ、展示がされていて、部屋一面がニトリの家具でゲーミング仕様みたいなね、ベッドとかもリクライニングできて、モニターを横に取り付けられて寝たままゲームできますみたいな、そういう感じの展示をしていました。すごいですよね。で、家具というかね、ゲーミング系一式というものがねこう置いてあるブースもありまして、こちらがですね、アストロなんだっけ、忘れちゃったすいません、あ、アストロメダだ、書いてありますね、アストロメダさんです、こちら。はい、アストロメダさんの意識、あとそして続いてコナミさん、コナミさんのブースにも行ってまいりました。いや、コナミさんのブースすごかったんですよ。メタルギアソリッドの、今までのシリーズのものがギュッと1本になっているっていうのが発売されるらしいんですけども、それを記念してという感じで、過去のメタルギアソリッドシリーズのまとめの体験ができるような、ね、ブースがでありまして、ここはもうこの一帯がメタルギアのエリアみたいな、実際のメタルギアのエリアっていう感じでした。物が飾ってあったり、スネークの胸像があったり、レーザーが反射してたりで、兵士がね見て回ってるんですよ、上の方。そしてはっ、あんなところにケロタンが、ケロタンあれ撃たないといけませんね。ちなみにこのコナミブースではケロタンを見つけて写真に撮ってスタッフさんに見せると、あのびっくりマークのステッカーがもらえるというね、そういうキャンペーンみたいなのもやっておりました。そしてここね面白かったんですよ、ちょっと黙りますね。はい、ということでこれがね、時間でなるのか、それとも私有台で遊んでる人が見つかったらこうなるのかわかんないんですけども、定期的不定期にこの発見された瞬時のあのアラートの状態になって、この兵隊上にいる兵士の皆さんが慌ただしく動き回ったり、このレーザーの色が赤に変わって BGM がね、見つかった時の BGM に変わったりとかしてました。すごいですよね、たまたまいいタイミングで。はっ、ここにもケロタンが、なんとこのブースには2体のケロタンがいるらしいです。ネタバレになっちゃうんですけども、まあこの動画が上がる頃にはもうね TGS 終わってるかもしれないんですけども、こういう感じでなかなか遊びのあるブースになっておりました。そして今の外から撮るとこんな風になっているようです。コナミさんのブースにあるモニター全部がこの赤く表示されて、発見状態、危険状態のアラートが鳴り続けていたようです。これかなり目立ちますよね、面白かったです、すごく。こういう風になっていたので周りの人もえ、なになにみたいな感じで結構びっくりしていました。そしてですね、コナミさんではこういう風にパンフレットを配ったりしていたんですけども、写真撮らせていただきました。こちらの方、藍染めノエルさんという方だったようです。あ、そう、原神のお姉さん、キャサリンのお姉さんは犬ハミさんという方でした。そして続いて、光栄テクモですね。光栄テクモではフェイトの侍レムナントですかね、
その展示がされていました。等身大の武蔵ちゃん人形、武蔵ちゃんなんだこれは、銅像じゃない、まあ人形かがね飾ってありました。かっこいいですよね。これは何か必殺技というか、まあ、宝具展開している時のモーションなのかなという感じです。写真も、ね、撮ってきました。こういう風にめちゃめちゃかっこよかったです。この前もすごい人だかりでした。今回行ったのがですね、インフルエンサー、まあ、ビジネスデイのうちの2日目のインフルエンサー招待日みたいな日に行ったんですけども、もうやっぱりね人気なところはすごい人並んでましたよ。そしてこちら同じく光栄テクモさんなんですけども、デスレリアーナのアトリエというですね、ソシャゲのスマホアプリの方かなのアトリエシリーズのものなんですけども、そこの公式コスプレイヤーさんたちの撮影可能な時間がありまして、そこで撮影させていただきました。レスレリアーナのアトリエということです。はい、こちらですね、トトリというキャラなんですけども、猫田アシュさんという方でした。そしてこちら今回左側の畑野優さんという方でした。イザナというキャラクターですね。さっきねちらっと映ってた方が、ユーディというキャラ、つんこさんという方でした。そして続いてはバンダイナムコさん、いつもお世話になっております。大々的に鉄拳8を押しておりまして、人形かと思ったら等身大フィギュアかと思ったら、なんとコスプレイヤーさんでした。こちらすごいですね。パンダとあとはシャオユーとジンというねキャラクターです。こちらシャオユーですね。このシャオユーの方は高菜さんという方なんですけども、コスプレイヤーをしている方はプロボクサーをされているという方でした。すごいですよね。でこのジンの方ね調べたんですけども、分かりませんでした。申し訳ない、すいません。そしてバンダイナムコと言ったらもちろんね私の愛するアイドルマスターもあるわけなんですけども、はい、アイドルマスターシャイニーカラーズですね、アプリ版のものがですね今年いつだ11月ぐらいですかね、リリースされるということなので、こういう風にねモニターに大々的に映ったりもしていました。楽しみですね。アイドルマスターはミリオンライブもアニメ化して劇場版でねやっていって、10月からは地上波でもやりますし、そしてシャニがねついに音楽ゲーム、音楽アプリ、音楽ゲームアプリになってリリースされますので、完成が待ち遠しい限りです。いいですね。ずっと流れてました、鉄拳とかアイマスとかバンダイナムコさんのものが。そして続いてがですね、お世話になっておりますいつもカプコンさんです。ストリートファイター6大々的に告知しておりました。いやすごいですね。あとドラゴンズドグマとか逆転裁判とかロックマンエグゼとかね、いろいろありました。でカプコンさんのブースではですね、大きいステージがあって、こういうでっかいモニターがボーンとあって、この前で逆転裁判の被告人になりきって無罪とか有罪とかなってる後ろの背景のモニターでですね、自分が被告人になってわー無罪だ有罪だみたいなのを楽しめるステージもあったり、あとはこのレイヤーさん、ちょっと話題になってましたけども、このレイヤーさん、ジュリのレイヤーさんと写真が撮れるとかね、そういうところもありました。この方は、クルスウサコさんという方でポーカープレイヤーの方だそうです。すごいですよね。そして続きがスクエアエニックス、もうこれは本当にいつもお世話になっておりますよ。ファイナルファンタジー14しかり、16しかり、15しかり、もういろんなところでありがとうございます。いやー FF7 のねリバースすごい人気でしたよ。 FF7 リバース2次始まり、あとはファイナルファンタジー14ももちろんありましたし、新作のゲームのやつもねありました。今回はねなかなか列に並んで遊ぶってことができなかったんですけども、こういう風にスクエアエニックスさんのブースはねやっぱり人気すごかったです。ファイナルファンタジー7やっぱりみんな注目度高いっていうのもねありますよね。7リバース、はい、そしてですね7リバースのブースにはなんとこちら、これ今回もフェンリルなんですかね、等身大といったらあれなんですけども、等身大フェンリルが飾ってありました。かっこいい、これめちゃめちゃかっこよかったです。すごい、これドーンって置いてあって、やっぱ皆さん写真撮ってましたね。そしてスクエアエニックスブースはファイナルファンタジー14のですねレゴで作ったクリスタリウムの展示がありました。これは何年か前にレゴを作ってる方たち、どこでしたっけ、レゴを作ってる方たち東大でしたっけ、もうレゴ制作部みたいな方たちが作ったものなんですけども、レゴでクリスタリウムという FF14 のまあ
町といった大きい町みたいなのがあるんですけども、そこを再現しているというもので、めちゃめちゃ細かかったですよ。本当にクリスタリウムが完全に再現されてました。すごかったです。これずっと見たいなと思ってたので、ここに置いてあるのを知らずに行って、パッてスクエアニックスのブース見たらこれが置いてあって、うわうわ初めて見た、うわめっちゃ嬉しいと思って、すごい長時間ここで写真撮ったり動画撮ったりしてました。全部扱ってないんですけども、 かれこれ10分ぐらいここにいたんじゃないかな。ずっとこの前で写真撮ってる人になってました。もう先端、クリスタルタワーの先端までしっかり作り込まれてます。すごいですね。はい、こちらが写真です。ファイナルファンタジー14オンラインですね。クリスタリウムが再現されて、この裏に14のブースがありました。いや、よかったです。14のブースではですね、当日会った初めての人と8人でパーティーを組んで討滅戦をやる、討滅戦ルーレットというものをやったりとかね、してました。ちなみに私も参加してきましたので、もしかしたら7名の方私と一緒にやっていて、まあ気づいてないと思いますけどもね、まあ、やっておりましたよということで。はい、そしてですね、こちら見てください、室内さんと写真撮らせていただきました。ありがとうございます。室内さんと写真撮らせていただきました。ちょっとね、お願いして写真いいですかって言って撮らせてもらいました。そしてこちらはスクエニの物販のコーナーですね。今後発売されるものとかが並んでおりました。あー、この仮面マスクいいですよね、これ欲しい。そしてこちらも X で話題になっておりましたけども、ファイナルファンタジー14の TRPG が発売されるよということで、こんな風に展示されていました。ルールブックとか説明かな、世界観の説明のルールブックではないものが置いてあったり、ダイスとか、あとはキャラクターシート置いてありましたね。自分でキャラすることもできると思うんですけども、もともとこういう風にテンプレートでタンク、戦士とかね、あとは白魔導士とか竜騎士、黒魔術師、黒魔導士、黒魔術師などがありました。あとこういう風にマーカーとかねありまして、もう FF14 プレイヤーには馴染み深いマーカーなどがありました。そしてこちらがですね、ファイナルファンタジー14のアートアクリルスタンドみたいな感じかな。そして、アーモロートのポーチ、アーモロートデザインのポーチとかね、 FF14 のこれはマウスパッドなのかな、カードゲーム用のラバーマットかなとか、あとは16のイフリートとかね、クライブ、ジョシュアのフィギュアなどがありました。いや、このね TRPG のやつめちゃめちゃクオリティ高かったですよ。そしてポークシーとレポリットのぬいぐるみなどもありまして、あった、これね、これすごかったですよ。 LP 再生用のレコード機器、これめちゃめちゃ良かったです。そしてこちらはですね、超てんちゃん、ニーディガルオーバードーズの超てんちゃんの等身大のフィギュア飾ってありました。これもねすごく可愛かったです。こんな厚底履いてんだっていうね、超てんちゃんめちゃめちゃ可愛かった、クオリティ高かったです。そしてこちら写真撮らせていただきました。いや、いいですね、可愛い。そして、あ、このステージは一体、ショータイムだ。あー、ということでここしか見せられないんですけども、なんとアトラスさんのブースではですね、ダンスステージがありました。こちらペルソナのダンス系のゲームありますよね、ダンシングオールナイトみたいな、そういう系のゲームで実際にモデルとしてモーションアクターとしてダンスされている皆さんがそれぞれのキャラクターのコスプレをしてステージでダンスをしてくれるというねものがありました。これは TGS のアトラスさん、セガアトラスさんの生放送でもこれは実際に流れていたのかな、アーカイブあるかもしれません。そしてこちらがですね、ブースに飾ってありました等身大アイギスですね。ペルソナ3がリメイクされますので、それに合わせて等身大アイギスが飾っておりました。 P3 ペルソナ3リロード2月2日オンセールということです。楽しみですね。ちょっとね、意味深なセリフがティザーの中で流れたりするんですよね。いや、アイギスかっこいい、足がね、これ人間じゃない足がかっこいいですね。そして写真も撮らせてもらいました。かっこいい、めちゃめちゃクオリティ高いよ、これ関節の部分が機械になってて。お、そしてこれがペルソナ5タクティクスのモルガナですね。モルガナも等身大で展示されてました。そしてカプコンさんの横に、あ、じゃあカプコンさんじゃない、失礼しました、アトラスさんの横にはですね、セガさんも展示されておりまして、
もうセガといったらやっぱりこのソニック・ザ・ヘッジホッグですよ。テイルズとかね、ナックルズとかもいまして、すごかったです。ソニックにはね会えなかったんですけども、こういう風に大きいバルーンが展示されておりました。ソニックスーパースターズですね、こちら発売されるのかな。そしていろんな企業さんが他にも参加されておりました。スティールシリーズさんですとか、アバーメディアさんとかね、そしてお世話になっておりますグーグルさんなどもありまして、当然これもありました。はい、キラケグーグルピクセルということで、金井さんとクズハさんのね CM も流れておりました。そして他にもアクアプラスさんとかねありましたし、はい、リパブリックオブゲーマーズ、まあ見たことのあるロゴねありますね。そしてこちら個人的に嬉しかった、金色のガッシュベルの新しいゲームがね発売されるということなんですけども、それの予告などもされておりました。清丸とガッシュの等身大人形があったりとか、あと面白かったのが吉本さんのブースがあって、なんと野田クリスタルさんがですね、企業の方と和室で膝を突き合わせて名刺交換をするという謎の企画をやっておりました。写真 OK だったので撮らせていただきました。そしてこちらがですね、新デュアリティという作品のデイジーオーガというマシンになっております。これ等身大だったのかな、おそらくこの真ん中の部分に人が乗るんでしょうけども、全然人が入っても余裕そうな大きさ、もう4メートル5メートルぐらいあったかな、本当にめちゃめちゃでかかったです。そして学校さんもね、いろんな企業さんだけではなく学校も出展されておりまして、東洋美術学校とかね、今もありましたけども、いろんな学校がありました。日本工学院さんとかねありまして、日本工学院さんはこれは学生さんが作ったりしたオリジナルキャラクターなのかな、それをコスプレされているということがありましたので、写真撮らせていただいて、日本工学院さんすごかったです。学校とは思えないぐらいしっかり、なんかもうちゃんと企業さんっていう感じされてました。そしてサムスンさんはですね、めちゃめちゃ近未来的な感じでおしゃれなブースでした。そしてこちらもね撮らせていただきました。サムスンさんの今の方ははるかさんという方でした。そしてクロゲームズさんではですね、この名鳥という新しいゲームが発売されることなんですけども、こちらもですね撮影させていただきました。無感謝というキャラクターの前にこのちょっと名前が分かんなかったんですけども、モデルさんが立っておりました。そして続いてフォーゲーマーズさんですね。フォーゲーマーズさん謎なんですけども、なぜかあの SD のマフィアさんと中村さんのブースの後ろにレイヤーさんが2人いるというちなみにこの2人は、左の方がリノさんという方、右の方が天音ルミさんという方でした。そして続いてがですね、ツイッチのブースなんですけども、知らなかったんですけども、ツイッチパートナーラウンジというものがありまして、ツイッチのパートナーであればこの内側に入ってサービスが受けられるというものでした。私は一瞬入ってきました、パートナーなので。そして続いては YouTube ゲーミングクリエイターラウンジというものがありまして、インフルエンサーだけが入れる特別なブースがあって、その中にこういう YouTube のね大きいマークなどがありました。配信できるブースもあったりしたのかな、中で結構なんか声が聞こえたりしました、配信してるっぽい。そしてこちらガレリアです。ガレリアさんもですね、やっぱり日本最大手の BTO メーカーということもありまして、多分ゲーム以外の企業の中で一番大きかったんじゃないかな、ガレリアさん。ここはですね、 V スポさんとか渋谷春さんとかとコラボしていて、こう等身大縦看板などが置いてあったり、配信のアーカイブがずっと流れていました。そしてガレリアさんといったらですね、アイドルマスターがコラボしておりまして、アイドルマスターシャイニーカラーズのストレイライトのね3人がコラボしていまして、ガレリアの朝日の縦看板が置いてありました。まさかここで見れると思ってなかったので嬉しかったです。どこに行ったら見られるんだろうなとは思っていたんですけども、まさかここで見られるとは。ということで、朝日があるならメイちゃんもあるということで、メイちゃんもここにありました。いや、メイちゃんもねちゃんと飾っておって、 V スポさんの横に飾ってあったんですよ まるで V スポさんかのように。そしてメイがあるなら冬子もあるということで、冬子も撮らせていただきました。まさかここでね全員見られると思っていなかったので、とても嬉しかったです。そしてガレリアさんではですね、ちょうどタイミングよくコスプレイヤーさんがいらっしゃって撮影させていただくことができました。ガレリアさん、このこちらの方はですね、ミサコさんという方です。普段は、はい、レイヤーさんをされてるのかなということでした。そしてこちらがですね、メディさんという方です。この方もコスプレイヤーさんで配信もされているストリーマーさんでもあるという方だったはずです。ミサコさん、メディさんという方でした。ありがとうございます。
ということで東京ゲームショーをぐるっと回って楽しんできました。皆さんは東京ゲームショー行きましたか？もし行ってないよという方はですね、ぜひ来年行ってみてはいかがでしょうか。いろんなブースがありますので、行ったらね絶対楽しめます。ということで、いやマジで面白かったです。また来年も行きたい。ぜひ来年はご招待、いやもう普通にインフルエンサー、もう自分で行きます。ありがとうございました。